それでは初参加いただきました維新伝心の皆さん、こんにちは。イエーイ、こんにちは。では、今日はキャプテン不在ということを今伺いましたが、チームの今日維新伝心さんですが、チームのメンバーをじゃあご紹介いただけますでしょうか。はい、今日の本来の維新伝心のメンバーは、はい、5人です。はい、キャプテンがノロウイルスで不在ということで、はい、今日は、自分の友人を緊急招集して大会に参戦しています。はい、ありがとうございます。はい、今日トーナメントノロウイルスノルウイルスでいなくなってしまったと、はい、出勤も停止ということで、わかりました。これを見てるじゃあキャプテンに、はい、ぜひ元気つけてもらいましょう。じゃあ維新伝心というじゃあチーム名なんですけれども、どういった由来からこのようなチーム名になったんでしょうか。キャプテンの独断の判断で会いたいですね、キャプテンに。すごい独断でつけられました。なるほど、テレパシーがじゃあ強いということですか。そうですね、そうなればいいな。わかりました。はい、じゃあこれからトーナメント7分ハグに移りますが、ぜひじゃあ今日の大会の意気込みも最後に皆さんでビシッとお願いします。はい、なんとかキャプテンにいい報告ができるように。おー真面目真面目はい、マスクねえな、超真面目ずっと考えてました。わかりました。じゃあ最後頑張ってください。ありがとうございました。頑張ってください。維新伝心の皆さんでした。ありがとうございました。